吉見さんお久しぶりです、はい、あの手首の方はですね、えー、治ったということでよかったですね、はい。まあ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 、あのー、一応ですね塾の方はあ25年間あと60歳まで僕がサポートしていきますんで、えー、まあ,あ分かんないことあれば25年やるんで、まあ、25年手首が治んないってことはね、あのー、すごいあれじゃなかったら多分なんでいいと思いますしも 回復してるということなんで、うん。まあ、やるときにまたご質問いただければなと思います。で、LINE の方でメッセージいただくか、あとは、まあ、専用のお対りホームですね。お対りホームにいただくか、LINE の方でいただくか、あとはライブ放送をやってるんで、ライブ放送でいただくかっていう、まあ、どこ来ても対応はしてますんで、うん。はい、まあ、あと今回、ね、熟成さんに声をくださいっていうことでお願いしてたんですけど、別に気にしなくて大丈夫です。取、はい、れる人だけ。 あの撮っていただいてますんで、はい、うんな感じですかねうんはいということでまたご質問くださいはいまあこれからが勝負ですね、はい、25年僕もね最近あのコミットメントしたんですけどあのライブ放送やってるじゃないですかで今1500回を超えてるんですけど、まあ、最初3000回ぐらいまでやる40歳ぐらいまでやる毎日やるみたいなこと言ってたんですけどもうね あの今回僕は決断をして覚悟を決めて8,000回を8054回を超えるっていうコミットメントをしましたまあ8054回っていうどういう何の数字かっていうと「いいとも」「いいとものタモリさんがギネス記録になった放送回数なんですね」まあそれを抜くぞみたいな、うんうん、それを抜きます <laughs> まあギネス記録にはならないとは思いますけど裏ギネス記録を狙って頑張っていきたいと思います、まあ、そこままででサポートもしていきますんで、はい わかんないことがあればご質問いただければなと思います。はい、えー、今回はですね、えー、メッセージありがとうございました。